ぶっちゃけお二人はレオさんがリベンジャーズの監督もやられるって聞いたときに何か思うところありましたか。監督やああちょっと聞いてみたいですよ。ちょっとシュアボを大事にしてくださいよみたいなのあったのか。頼むから成功してくれって。めっちゃおもろいです。お願いですからね。お願いですから。あなたに失敗されると、はい、しょぼしょぼ監督の下でやってるってなるから。で今コーチで来てる時とかさ、こんなに応援するんだってぐらいリベンジャーズちゃんと応援してるもんね。コーチやりながら。いや、やっぱしちゃいますね。そうそうそう。うん。ゾラ君に一番コーチングしてるのレオ。ゾラ君絞ってこの間試合の時もレオ、俺が絞ってなかったら言ってくれってゾラ君言ってて、うん、いいお兄ちゃんみたいになってるよね、ドッキリ家族の2人は。そうそうそう、年に優しいよね、うん、2人ね。いや、ありがたいです、本当に、うん、いやでも、最初聞いた時意外でしたね。あ、そうなの、うん、いや、そこから先をどうぞ、うん、意外からだよ。意外で終われない、終われない。一言言っただけで、そこから先を探るクラスじゃないよ。そうそうそう。何が意外だったの。なんかやらなそうってこと。そう。ああ、はいはい。なんかいろいろ断ったりとかしてたって聞いてた。うん、ああ、まあ個人分析官とかだね、断ってんのは。あの変えてあげれないから。そう、微妙な監督の下でやってる選手に、あの合理的なこと言ってもそれを許されない関係ある。こういうチャットとかでもあるけど、サイドバックで絞ると監督に怒られるんですがとか言われるとさ、そうそうそう。でも怒る人ってなんでか言わないし、怒っちゃってる時点でもう結構知れてないタカが。対話から入るじゃん、うん、なんでそんなことするの。俺も2人がさ、例えばレンとかさ、普段と違うさポジション取った時、え、レンなんであそこあれしたのって聞いた時に、あ、そういうことねってか結構あるじゃん、うん、はい、それがなく何の声ってんのって怒るんですよさ。それでゆるね、うん、そうだったのかってはならないから、うん、っていうのがプロの世界でもすごいあるから、もうカウンセラーみたいなんだよね、選手への、うん、そういう監督のもとやってるかもしれないけど、矢印軸に向けて頑張ろうみたいな、うん、ってなるとこの時間ってね、何なんだろうってなるから、だから今回分析官じゃなくて監督になったらもう、そう、責任はさ、自分になる。うん、俺がここで、レオさん、リベンジャーズ弱いじゃないですか、レオさんが分析官なのにって言われて、うん、いや、分析官だけじゃ変わんねえよっていう、普段言ってることが、本当に誰かの監督の分析官になったって言ったら、その監督批判だじゃん。そうっすね。そうそうそう。うん、したらそれグッて来られなきゃいけないから、結果、その監督じゃなくて俺が悪いみたいな。こ、うん、いつみたいになるから。うん、だから監督がいい。いいし、まあそういうオファーをくれたよね。貫いた自分、束の間のキング。